確認をしなければな。キャリフォルニアベースの陥落は時間の問題です。強引な方法ですが、空挺効果で基地に突入し、目標達成後は海洋部隊の協力で脱出する手はずを整えました。完全に包囲されてしまえば脱出も困難になるか。時間との戦いになりそうだ。面白い。はい、残念ながらイフリート界はもう限界です。もともと余剰パーツの少ない機体ですから、これが最後の出撃になるかもしれません。そうだ。しかし問題はあるまい。ここでイフリート海を失ったとしても、敵のエグザムマシーンを一つ葬れば残りは二つ。その二つを手に入れた上でクルストを始末すればよいだけのこと。作戦内容を確かめなければな。機体はどうだ。では出陣する。行くぞ。エグザムの力を存分に味わわせてくれる。トレーダーラウ、お前たちはタイローの確保だ。タイ、お一人では危険です。せめて目標発見まではお手伝いを。いや、それには及ばん。エグザム同士の共鳴が始まっている。モビルスーツ部隊、面白い。攻撃したつもりか。お仕事的ここだ。勝手に発動しようとしている。
下がってみている。見つけたぞ、連邦の青いモビルスーツ。貴様ごときにエグザムを扱えるものか。私とお前、どちらが真にエグザムに認められし騎士か、勝負だ。この感じ、いつもとは違う。二人とも離れてくれ。そんな、我々も一緒に。ここはユウに任せる。行くぞサムナ。ユウ、そんな化け物に飲まれるんじゃねえぞ。お前はお前だ。ああ、そのつもりだ。乗っているのは、あの時邪魔をしたパイロット。さあ、エグザム、この力の限界を私に見せてみろ。遅い。の性能差か。違うな、ニムバス。これはマリオンの意志だ。これで太陽やらせるわけには。ちぎジークジャーク。俺は無力だ。俺はまた。すまない、マリオン。いいえ、あなたは示してくれたわ。そうか、わかったよ、君を救う方法。ユウ、おい、生きてるか。生きてます、生きてますよ、少尉。泣くんじゃねえよ、タク。やつは、機体はあの通りだが、しぶとい野郎だな。うまく逃げやがったよ。だろうな。ブルー、壊れちゃいましたね。これ、カムラ隊にどう説明します？おい、ユウ、こりゃ後が大変だぞ。だな。タイ、
ラウとイフリート会は残念でした。ああ、ラウに感謝せねばな。見事に脱出のチャンスを作ってくれた。しかし、期待に限界が来ていたとはいえ、エグザムを失うことになるとはな。しかし隊員、我々の戦いは報われました。ついにクルストの居場所を特定できました。何？そうか、ついに突き止めたか。クルストよ、首を洗って待つがいい。